こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。前回までの動画をまだご覧になっていない方は、ぜひ第1回からご覧くださいね。潜在意識のコントロール法をしっかり学ぶと能力が開発できるという話をしましたね。これはとても大切ですよね。逆に考えてみましょう。今あなたが能力が伸びなくて困っているとしたら、それは潜在意識の自分が足を引っ張っているということです。例えば、あなたの潜在意識の中の自分は、まだまだ遊んでいたいのかもしれません。すると、仕事や勉強に集中力が欠けてしまい、効率が悪く、ミスも増えますね。ですから、潜在意識の中の自分をちゃんと成長させることが大切です。そのために、潜在意識について学びましょう。最初に必ず知っておかないといけない基本的なことをお教えしています。今日のテーマはその4つ目、自分と対話する正しい方法です。自分との対話ならやったことがあるわという方もいらっしゃるかもしれませんが、ここでお教えするのは大人の自分同士の対話ではありません。大人の自分とインナーチャイルドとの対話です。インナーチャイルドは6歳でイメージするのでしたね。6歳の自分をイメージして対話するときは、自分が2人に分かれますね。このように大人と子供の自分に分かれて対話するのがコツなのです。潜在意識を変えたいならば、このインナーチャイルドとのつながりを持つことが必要です。今日は試しに簡単な癒しをやってみましょう。これは目を閉じてやるとうまくいきます。そのイメージは、ぼんやりでも構いません。全然イメージできない人は、6歳の自分が目の前にいるんだな、と思うだけで構いません。大切なのは、6歳の自分と話すのだという思いです。そして、その子に言いましょう。やっと、会えたね。私は未来のあなたよ。私はあなたを助けに来たの。今まで一人ぼっちにしておいてごめんね。私はこれから、あなたをもっと幸せにするために頑張るからね。約束するね。だから安心してね。これだけでいいのです。まずはこれを1週間、寝る前に続けてみましょう。すると、あなたの幸福感が増していることに気づくでしょう。これで基本講座は終わりです。まとめると、1、潜在意識の中には、たくさんの過去の自分がいる。2、過去の自分の感情を変えると、現在の自分が変わる。3、潜在意識のインナーチャイルドは、6歳でイメージする。4、潜在意識は、今の自分が、インナーチャイルドと対話することで変わる。いかがでしたか？ぜひ、様々なケースでどのように潜在意識を変えるかをこれからも学んでくださいね。